はい、酒好きの新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、またアサヒのドライプレミアムのね、限定醸造、こちら、香りの琥珀ですね。こちらはね、紫色のやつですが、これ本来はなんだ、ギフト限定のやつなんですけど、普通に売られてたって。7種類の厳選ホップ使用、芳醇な香りとロースト香が絶妙に絡み合う琥珀色のドライプレミアム。アルコール度数 5.5%。となってます。原材料が麦芽と麦芽エキスとホップと米とコーンとスターチ。となってます。これうまいんじゃないか、やっぱり。ね。なんか、白鳥？鶴？鶴か、これ。うん。ね。それじゃあ飲んでいきたいと思います。お、黒い。これ黒ビールじゃねえのか、これ。黒ビール臭いね。若干薄い黒ビール。それじゃあ乾杯。ちょっとほろ苦いね。若干黒ビールに近い。ドライプレミアムと。紫色のやつだもんな。紫色のやつ。紫色の？サイトには書いてないんだけど。ギフト限定。香りの琥珀。お歳暮ギフト限定の醸造のプレミアムビール。香りの琥珀が11月の5日だそうです。発売したと。ドライプレミアムの持つ贅沢なコクとキレという特徴はそのままに、7種類の厳選したホップと黒麦芽由来の麦芽エキスを原材料の一部に使用することで奥行きのある芳醇な香りを実現したプレミアムビールです。また琥珀色の液体でありながらスーパードライ酵母を使用することで切れ味の良い爽快な味わいに仕上げました。確かにこれね、コクがね、あんまりない。なんかドスッと重い感じじゃないですね。赤のドライプレミアムに比べるとだいぶ軽いビールですね。これは珍しい。ある意味。黒ビールなのになんかあんまりコクがない。なんか微妙だな、これな。あ、これセブンイレブンにも売ってるらしいですよ。どうやら。個人的に赤の方が断然美味しいな。なんか微妙だな、これもな。個人的にスーパードライの
ドライプレミアムやっぱ赤が一番美味しいな。関係ないんですけど、今日ね、てか昨日ね、昨日ですね。昨日ですね、まさかですね、雪が降るとは思わなかった。で、結構雪5センチぐらい積もったんですよ。それでね、俺もう、タイヤ交換してて、通常タイヤにしちゃってて、会社ね、ちょっと行けなくって、まあ、仕方なくね、ちょっともうめんどくせえから、もう休んだんですよ。もうめんどくさいから。もういちいちタイヤ交換するのもめんどくせえかったっけ、ちょっとね、風邪ひいたっつって休んだんですけど、で、今日休みで、普通の休みだったんで、普通に休んだんですけど、で、でも今日のね、今の夜の時点で結構若干積もってるんですよね。なんで、多分明日もちょっと、会社多分行けない。ノーマルタイヤだと多分行けないんで、事故る可能性があるので、もうめんどくさくて、また休むかと。いう感じになっております、現在。いやー、やっぱきついね。やっぱ3月中は買えない方が良かったですね。ちょっと調子こいて、3月中、やっぱ4月近くになんないとやっぱり買えるのはきついですね、新潟はね。スノータイヤをね、買えるのはちょっと、俺のミスですね。完全に。かといってこう休んだんだけど、あれだよね。嘘ついて休んでるんで、ちょっとあんまりいい気はしないというか。あんまり、ね、いい気はしないですね。くそ、変えなきゃよかったな、タイヤ。もう3月の頭ぐらいに暖かかったんで変えたんですよ。もうさすが雪降らんだろうと思って。変えたんですけど、ちょっとあかんかったね。完全にあかんかったね。失敗したなぁ。くそ。さすがにちょっと失敗ですね。まあ、俺の会社、行ってる会社、もう、家から近くて、だいたい10分ぐらいで着くんですけど、ただ、あんまり除雪というか、あれがされてないんですよ。消雪パイプ。多分東京の人とかわかんないと思うけど、消雪パイプって言って、道路の真ん中に水が出るんですよね。多分あんま見たことないと思いますけどね。東京の人とかね。まあ、雪降る地域しかないと思うんですけど、その消雪パイプが、まあ、ない。あるはあるんだけど、やっぱ本通りしかなくって、抜けるとちょっと通りから外れるとないので、となると、かなり厳しい。絶対ちょっと、まあ、雪こう若干多分、積もって多分、車で押し固められてる感じの、だとは思うんで、ちょっと厳しい。まあ、ノーマルタイヤで言ったら多分、しかもそこが川辺なんで、河原なんで、下手して滑ったらそのまま川に、
河原の上ですから、そのまま坂になってるから、ゴロゴロっとなったら死ぬんで、マジで。まあ明日雪、今日の夜、雪降って、まあ明日以降は多分雪降らないっていう予想なんで、まさかこんな寒くなるとは思わなかったですね。やっぱ新潟は、あれだな。3月中はちょっとやっぱ雪降るね。多分東京の方でも結構今日、昨日あたり結構降った、ね、降った可能性が、だいぶ寒くなってる。寒かったでしょ。ね。とは思いますよ。だいぶ冷えたみたいで。冷え込んでる。みたいなんで。まあ、新潟のね、住んでる人。でも俺の会社の人もさ、会社のところの車見て、来てる人の車見るとさ、もう大体半分ぐらい変えてんだよね。タイヤね。だからさ、まあいいかと思ったんだけど、その半分の人たちはどうなったのか。ねえ。俺みたいな仮病で休んだんですかね。その可能性もあるけど。まあ。多分明日も無理だな。このパターンでいくともうすでに結構、今日の夜もだいぶ降るみたいだから。朝までに、気温2度ぐらいだから多分。降って、多分また明日の朝になったら多分こんぐらい積もってますよ、こんぐらい。5センチか10センチぐらい。いやー、まあ、ね、新潟の人、気をつけてください。まあ、俺みたいな、ね、あれだったら別にいいんだけど。結局俺みたいな根性の持ち主じゃないと、逆にやっぱね、会社はね、もう、ある程度休んどかないと。もう絶対行かなきゃいけないみたいな感じで、こう切羽詰まると逆に事故りますからね。事故って。まあ、いっかみたいな感じで、もう仕方ね、行くかみたいな。タイヤ交換してねえけど、雪降って積もってっけど、行くかみたいな感じで行ったら多分死にます。本当に、新潟とかね、雪降ってるに、東京の人とか多分わかんないと思うけどね、雪のね、怖さはわかんないと思うけど。俺一回事故りましたからね。俺一回雪、3年ぐらい前、事故ったことがあって、初めて事故ったんですけど、まあ自損事故だったんですが、雪降ってる時に、50キロぐらい出したんですよ。でね、割と雪が積もってて白くなってて、道路が白くなってる状態ね、だったんですけど、当然まあ、スノータイヤだったんですが、田んぼのとこでね、見通しがいいとこだったんですけど、前の車とが50キロぐらいで走ってたから、一緒にこう50キロぐらいでついてったんですけど、ちょっと急いでて、うわーみたいな。バーって言ったら、いきなり右にブワッと曲がって、なんか知らんけど、ハンドルはこうそのままなんですけど、ハンドルはそのままだったんですけど、いきなり車体がいきなり右にグワーってカーブして、そのまま田んぼに突っ込んだんですけど、田んぼに突っ込んだことがあって。で、その結果タイヤが2つ破損っていうかパンクして、
で、しかも俺が混乱してて、普通に自損事故だったんですけど、あれ、警察呼んでしまって、まあ、警察呼んで、で、その日がもうすごい、12月の頭だったんですけど、その日は結局、初めてその大雪が降った日だったんで、もうそこら中で事故が起きてて、もう警察が来るのも30分ぐらいかかって、その間、もう雪しんしんと積もってる中、降ってる中、車内でこう、ね、過ごして。で、しかも警察のに電話した時にも、スマホが、あと、電池が 5% ぐらいしかなくて、あ、やっべと思って。そこ田んぼのあたりだったんで、もう、近くに建物もないし、いやーもう死ぬかと思ったね。なんとか電話して、警察呼んで警察が来た後に、まあ、結局警察呼んだんだけど、大して役立たなくて。自損事故ですからね。自分で保険会社とか呼んで、なんとかしてね、みたいな感じで言われて、あ、そうっすね、みたいな。そんで、近くの、割と遠いかったんですけど、コンビニまで歩いて行って、とりあえずスマホの電池、充電しないと思って、充電機材買って、充電して、その後保険会社電話して、で、しかもその保険会社ももう、あれなんですよ。その日、かなりの件数入ってたみたいで、もう全然来なくて。で、やっと来たと思って、1時間か2時間ぐらい待ってね、やっと来て、レッカーみたいなんで、まあ、引っ張ってもらって、牽引してもらって、田んぼからなんとか脱出して、で、そのまま、コンビニの、駐車場に止めて、そこでとりあえず、ね、タイヤ2個破損してっから、だからもう走れないんですよ。結局。パンクしてっから。だから、そこまでそのコンビニまでゆっくり走って、その後、その駐車場に置いて、車買ったとこに電話して、タイヤ、ね、その場で交換してもらって。まあ、なんやかんやで。丸一日かかりましたね。いやー死ぬかと思ったわ。マジであの時は死んだなと思ったんですよ。いきなりまあ右に曲がったからね。右にガーって曲がって、はぁ？と思って。でも用水路の越えて田んぼにぶっこーんって突っ込んだんで。死んだかと思った。で、なんだかんだ3万ぐらいかかって、まあ、幸い車体にはほとんど傷がなかったんですけど、まあ、いろいろ検査してもらって、車体は問題ありませんって言われて。うん。ね、皆さん気をつけてください。あんまりね。俺もその時病院行くために、まあ、ね、ちょっと、やべえなと思ってね、急いだんですけど。まあ、ね、気をつけてください。本当に、雪道は、スノータイヤあってもね、道路が白いともう絶対50キロなんて出しちゃいけないんです。せいぜい40キロ、出しても40キロ。40キロでも危ない。あの雪道だと30キロぐらいで行かないと、あかん。
ということで、これはコクあんまないですね。甘みもあんまりないし、香りもそんなにない。これは正直、買う価値はないです。まあ、まあ、うん、って感じですかね。買う価値ないけど、まあ、俺ビール好きなんで、まあ別にいいけど、ただ、ドライプレミアムでしかも限定醸造、しかも、ね、ギフト限定って、お歳暮限定のやつが、ね、ドライプレミアムの赤以下のうまさっていうの、ちょっとこれはないですね。2333です。ご視聴ありがとうございました。